さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使って等を解説していきます。まず飛辺ですね。飛辺のコツってこの点々に対する三角目の左払いの位置が重要なんですよね。飛辺なんで真ん中を通すんじゃなくて少し右を通すんですよね。辺の右側って狭くした方が作りを美しく見せることができるんですよね。要するにこのブルーの部分の方がピンクの部分よりも広く描く、1画目と2画目に対して3画目は右を通してあげると綺麗に見えやすいです。で、上るのを、三角にしておきましたけれども、こういうふうにパンパンにして描くっていうのも悪くないんですけれども、これはあくまでも、皆さんが小さい時に学んでいたお習字っぽい字ですよね。私が、提案したいのはこういうふうにパーツが小さくて隙間スペースが空いているような字をちょっと提案させていただきます。後ほど説明させていただきますね。で、よくない例としてこのピンクの部分が長くなってしまうとすごいダサいですよね。考え方って上るの中でこの左払いと右払いを左右方向に一番長く見せつけたいんですよ、なのにこの横線や左払いが長くなってしまうとその左払い右払いが長く見えないですよね。左払い右払いのためにもこのピンクの部分って長くしちゃいけないんですよね。でね、もう一つね、よくない例今思い出しました。火を描くときに点々が上の方に上がってしまうタイプの方多いんですよね。こうするとなんか胴長短足に見えてしまうんですよね。点々の位置って、なんかマス目があったときに、ごめんなさい、バツになっちゃいました、丸をするんですけど、なんか真ん中に描くんですよね。で、頭長くしてこの点を過ぎた後の左払いって意外と短いんですよ。この点の位置って水平方向引っ張ると意外とこう真ん中を通っているような感じなんですよね。さあ、じゃあ書きながら確認しながら書きながら説明していきます。まず飛辺なんですが、下の方に点を描くんですね。で、狭めに描くんですが、やはりここが重要ですね。頭長くしつつ三角目って右側を通すんですよね、そうするとすごい飛辺ってスマートに見えやすいです。で、この上るの1画目は短くしていただいて、左払いと右払いを左右方向に長く見せていきます。点画短いですよね。さあ、ここからなんですけど、この隣の子をならないようにということで横線と口を離すんですね。その分口を縦にこうやって狭くしてあげるんですね。このパーツをちっちゃくし、パーツ同士をこういうふうにスカスカと離してあげると大人っぽい字に変わるんですよね。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。おさらいですね。この飛辺の点画って結構下目なんですよね。で、右側を三角目通しつつ頭長くするんでしたね。で、点画は小さく書きます。横線は短くしてこの左払い右払いを作りの中では最も左右方向に長く見せつけていきます。そのためにも左払い右払い以外の横線などもやはりそんなに長くしない方がいいんですよね。で、コンパクトにパーツを小さくしつつ、ここの横線と口の間、口と点々の間、点々とこの最終角の横線の間にスペースを与えると大人っぽい印象になるんですよね。さあ、続いて大筆で解説していきます。あと太さのバランスなんですけど、基本的には点画って絶対太くしない方がいいです。太くするとちょっと子供っぽい印象を与えるんですよね。で、これっておすすめが太い細い太い、一本の線の中で多彩、太い細いと書いて多彩なんですけど、それを与えてあげる方が、書道っぽくも見えますよね。ただずっと同じ太さで書くならばマジックペンで書くのと同じになっちゃいますからね。これも徐々に細くなる線、点画は基本的に細く書きます。小さく書きます。徐々に太くなるような右払いですね。で、横線はね、基本的に細い方が綺麗に見えやすい、スマートに見えやすいんですよね。縦線は太くてもいいです。横線はこうやって細く書きます。こういうふうに細く書いてあげた方がスマートになります。点画はやはり小さい、点画だらけなんですけど、点を小さくしてあげると、大人っぽい印象になるということです。やはり横線は基本的にはこういうふうに細く書いてあげた方が綺麗に見えやすいです。さあ、続いて行書ですね。行書は先ほどの角っぽい、真面目な印象に対してこういうふうに丸みが出てくるんですよね。直線的な楷書に対してこういうふうに曲線的になってくるんですよね。特に曲がり角であるここ点接っていうんですけど、ここが数字の2みたいになってあげるとより行書らしくなってきますよね。さあ、ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。この文字ってぼやっと、暖かい日の光っていうもののイメージ印象があるので、少しね、こう気質を隠してあげるっていうのをね、書いていこうかなと思います。
通常に入室するとどうしても鋭くなってしまいますよね。こういうふうに逆に入室してあげること、そして払い先をそんなにこう鋭くならないように優しく払ってあげると、こういうふうに丸みのあるぼやっとした感じになっていくんですよね。これをね、逆筆って言うんですよね。払い先もそんなにこう尖らないように優しく抜いていきたいです。そうすると可愛くなりますよね。まあ、鋭く字書くのもいいんですけれども、ちょっと柔らかく書きたいなっていう場合はこの逆筆を多用してあげると、まあ、柔らかい印象になるんですよね。さあ今日はね、ちょっとザル使ってともし火表現していきたいと思います。まあやっぱりオレンジ色かな。この中にもあんまりね透過しないんですけど、ちょっとね入れていきます。で周りにちょっとぼやっとちょっとオレンジを入れていきたいですね。で続いて黄色です。さあ広げてみましょうか。じゃんと、あ、綺麗ですね。じゃあなんか白だと明るい中で灯火があるんで、やっぱり暗くしていきたいと思います。黒いスプレーですね。これ墨汁ではないんですけど、全体的に暗くしていきます。もう一回広げてみましょう。うん、結構灯火感出てきましたね。さあこれに字書いてみましょうかね。ちょっとおしゃれな感じで書きたいな。でちょっと丸みとかも先ほどの書き方みたいな柔らかい感じで書いていきたいです。でもちょっと肉付きが足りないかな。まあ、二度書き上等ということで、少し全体的に上からやっぱり黒を塗っていき、ぼやっと感やっぱり出したいですね。線を重ねるようにして、あえて はみ出させるようにして書いて、少し光がこう散っている様子を表しても良さそうですね。さあいかがだったでしょうか。まあなんとなく伝えたいことは伝わったんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。と、まあ、書道っていろんな表現の可能性があって面白いですよね。ちょっとこうエキセントリックに書いても面白そうですね。はい、ということで改めましてチャンネル登録とグッドボタンを押していただきたいんですけれど、今月ね、あの4月からのですねオンライン書道サロンっていうのを募集始めているんですよ。さすがにちょっと多すぎたら締め切ろうと思っているんですけれども、まあ、ぜひですね、概要欄見ていただいてブログに貼っ付けておきましたので、それを見ていただき、私と1対1で学べるっていうねオンライン書道サロンをぜひご利用ください。1ヶ月の体験から学べますからね。まあ、書道をちょっと学んでみたいよという方はぜひそちらをご利用ください。以上です。ありがとうございました。